畑岡奈社選手、野村聡志圭選手、川本傑選手、上原彩子選手、山口鈴夏選手、佐藤由香選手が出場するループが女子ゴルフツアー、ロッテ選手権が4月15日、米ハワイのカポレージーシーで開幕する。ワウワウは18日の大会最終日まで連日生、中継する。同大会に、 スポンサー推薦で出場する渋野日向子選手をはじめ、畑岡選手、山口選手、川本選手、佐藤選手、上原選手、野村選手がインタビューに応じ、ロッテ選手権の意気込み、男子プロゴルフのマスターズトーナメントで松山秀樹選手が優勝した感想などについて語った。 渋野日向子選手初めてのハワイはどういう印象ですか思っていた通り夢の国って感じです。笑い。美味しいものを食べたり観光に行ったりする時間はありましたかあったんですけど毎日ゴルフの練習してという感じだったので。ちょっと買い物に行くために外に出かけるとかしかしていないです。終わってからどこかに行けたらいいなと思います。 マスターズで松山秀樹選手が優勝しましたがどんな風に思いましたか自分がメジャーを取ってから初めて日本人がメジャーを勝つところを見たので何か自分の時とは違うなというか本当に日本人として誇りを持ちましたしありがとうとかそういう言葉ではないんですが本当におめでとうございますの言葉では伝えられないくらい すごく大きな影響を受けたなと思います。マイナス2年前に、渋野日向子選手もメジャー優勝して、何か記憶が蘇ったり、プレッシャーや緊迫した気持ちを振り返ったりしましたか。やっぱり日に日に忘れていくものなので、あんまり覚えてないんですが、それでも、やっぱり自分もこういう立場なのかなと思うと、なんだかちょっとはすごい立場なのかなということを、 二年後ですが、若干実感しました。笑い。見ていて緊張しましたし、見入ってしまいました。今週の意気込みをお願いします。前回の ANA インスピレーションは予選落ちをしてしまってかなり悔しい思いをしたので、今週はしっかり4日間戦って、悔いの残らないようなゴルフを最後までやりきりたいなと思います。 畑岡奈社選手今年初のメジャーを戦い終えて、掴んだことや課題などありますか開幕してから2ヶ月弱くらいメジャーに向けて調整する時間はあったのですが、なかなか自分の思うようにいかなくて、去年は良い結果で終われたのですごくイメージは良かったんですが、それに自分の調子が伴わずに、ああいう成績になったっていうのは悔しかったです。 でも、ANA インスピレーションが終わった後は、ちょっと良いきっかけをつかめたというか、兆しが見えてきたので今週の大会が楽しみです。マスターズでの松山選手の優勝は見ていていましたかはい。練習ラウンドに入ってしまったので、途中からは見ながら練習という感じにはなってしまったんですけど、すごく感動しました。 松山さんが常に練習に真摯に取り組んでいた結果がマスターズの優勝につながったんじゃないかなと思うので最後はチームの人たちとハグしたところを見てすごく感動しましたし日本人でもメジャーを取れるということを証明してくれたと思って私もメジャーを取れるように頑張りたいなという気持ちがすごく強くなりました今週に向けて意気込みをお願いします 風が強くなりそうですが、内訳をしっかり見極めていけたらいいなと思います。山口鈴夏選手今のコンディションはいかがですかだんだん良くなってきたんですけど、視界に池が入ったりとか、ちょっとだけ苦手意識のあるホールなどでミスが出てしまったりするので、もう少し今日はしっかり調整して明日からのラウンドに臨みます。 マスターズでの松山選手の優勝は見ていていましたかバック級はずっと見ていました。1ヶ月前にオーランドで一緒にプレーさせてもらったりとかしていたので、やっぱりすごく感動しましたし、日本人でもアジア人でも初めてのことだったので、私もこういうふうにスポーツで、ゴルフで皆さんに感動とか勇気を与えられるようになるといいなと思いました。 今週の意気込みをお願いします。一生懸命やって上位で争うように頑張りたいと思います。河本決選主張子はいかがですかまだ完全ではないですが、コーチと取り組んでいることを少しずつコースで出していくことができたら、スイング以外にもゴルフをまとめる力はついてきていると思うので、良いんじゃないかなと思います。 マスターズでの松山選手の優勝を見て、どう感じましたか本当にすごいなという言葉しか出てこなかったです。コーチは松山選手を教えている話も聞いていたので、本当に嬉しく思いましたし、すごいなと思いました。今週の意気込みをお願いします。今週はコーチも来てますし、トレーナーさんも来ていて、 すごく心強い味方がたくさんいるので、自分らしく今週は一球実婚でプレーするというのをモットーにできたらと思います。佐藤優香選手コースの全体的な印象はどうですか風のよって全く変わってしまう印象です。優勝争いをするためにはどのあたりがポイントになってくると思いますか今のゴルフを全体的に良くしないと、このままでは、 優勝争いにはいけないかなと思ってます。マスターズで松山選手が優勝しましたが、どう感じましたかずっと見ていたんですが、土曜日の夜に松山さんが絶対に勝つと思っていたので、本当に勝ってとても嬉しかったです。今週の意気込みをお願いします。いつも通りに予選を通過できるよう、 一週間を楽しんで頑張りたいと思います。上原彩子選手調子はいかがですかショットに関してはまだ取り組んでいる部分があるんですが、今週はハワイのコース特有で風も強いので、風のジャッジが本当に大事になってくると思いますし、あとはコース自体が短いのでバーディ合戦になると思うので、しっかりバーディーをたくさん取っていけるかがポイントに、 なるかなと思います。マスターズで松山選手が優勝しましたが、どう思いましたか本当に素晴らしい快挙だと思います。私も途中まで見ていて、録画をしているのでまだ最後までは見られていないのですが、毎日毎日ちょっとずつ楽しみながら今見ている状況です。日本で解説の中島常幸さんも、 宮里優作さんがもみんな号泣だったじゃないですか。その映像も見ましたし、本当にゴルフファンやゴルフを知らない人にまで、すごく大きなインパクトを彼が与えてくれたと思います。もちろん、私たちも、かなりワクワクしながらでしたし、今週のハワイに入っても本当に、たくさんの人が、エイジュすごいね。おめでとうって言ってくれたので、 自分のことのように嬉しいですし、日本人としてすごく彼を誇りに思います。今週に向けて意気込みをお願いします。マスターズで松山くん、オーガスタ女子アマチュアで17歳の梶谷翼ささんが優勝していますし、今良い流れが来ていると思います。ハワイは日本人のタイプにもコース的には合うと思うので、 私も頑張って良い結果を残せるようにしたいと思います。野村里志圭選手、ANA インスピレーションから一週間空きましたが、どのように過ごしましたか。ハワイに早めに入って、ホノルルで美味しいコーヒーを飲んだり海も見たり、ハワイをドライブしたりして、ゆっくりしてました。久しぶりのハワイで、うまくリフレッシュできました。 マスターズで松山選手が優勝しましたが、どう思いましたか優勝したらすごいよねと友達と話していたんですが、本当に優勝して、なんだか日本の男子のゴルフ、日本のゴルフというものが変わっていっているなと思って、もっと女子の方も頑張って、どんどん日本のゴルフがアップグレードしていくように私も頑張らなきゃいけないな。 という気持ちになりました。今週の意気込みをお願いします。ホームコースなのでやっぱり良い成績を残したいし、その良い波に乗ってもっと良いゴルフを見せられるように頑張っていきます。ワウワウでは、ループが女子ゴルフツアー、ロッテ選手権を連日生中継。第1日から最終日まで、いずれも午前8時からワウワウライブで放送する。 次のオーディオビデオでお会いしましょう。